今日は暑いぞ。そばです。塩分ゼロそば。いきます。暑い。そばですね。冷やしそば。いろいろ天かすとか油揚げ、オクラ、山芋などなど乗っけてみました。冷やしそば行ってみます。タンレグリーンラーメン。うまい。やっぱお蕎麦ですね。いや、蕎麦熱くて飲みます。さっぱりですね。とろろと言ってみますよ。うまっ。天かすの部分ととろろの部分でこれちょっとわさびですね、やって味変で。これはうまい。オクラとかトロの部分はお蕎麦とこうしっかり混ぜて、そしてアクセントの紅生姜もいいんですよ。最後にいきます。ご飯の味で最高です。バッチリですね。オリンピックも始まってですね、なかなか寝不足ですよ。角田夏実の柔道始まったの本当夕方ぐらいからですかね。でも結局決勝戦まで1時でやるから大変なんですけど、決勝戦が終わったのが1時ぐらいでしょ。えらい時間見てたし、サッカーも見ようと思ったんで、マリとの試合で、なんだかんだよ、それまで寝て起きてから見ようかなと思ったんだけど、その柔道終わってから3時間後っていうんですか、2時間後ぐらいに始まっちゃったんで、中途半端なんですよね、全てが。勝ってたんで、結果的には良かったですよね。やっぱ小久保ブライアがすごいなと思いましたけど、まあ、ああいうのを守護神って言うんだなって思う。絶対に安心感があるというか、あとなんか佐藤健、ストーンズのジェシーのいいところらしいですね。まあ確かにね、外人っぽいなっていうかね、彫りが深くてちょっと似てるところありますね。ガタイがいいところとかね、まあ、ジェシーも最近綾瀬はるかとか熱愛報道が出ましたが、あと中村圭とか今日誕生日になって、今日本にいるんですよね。おめでたいですね。おめでとうございますと。あ、そうで、まあまた、まあまあいつものごとく宣伝しますが、メンバーシップをやっております。順調に、順調まではいってないかな、まあまあちょっとずつ増やしておりますので、月額290円なのでメンバーシップで応援してくれたら嬉しいなと思っております。そこでしかできない動画っていうのを毎日上げることにしておりますので、踏まえた上で今日は佐野海舟の話をしたいと思います。日本代表に選ばれた男が被害者30代女性とどう知り合ったのか、なぜ無理やり襲ったのか、捜査関係者の間で噂になっています。まあ、ご存知のように佐野海舟と竹内山本、昔からの腐れ縁、性的暴行を加えたとして逮捕されたと。これから世界に羽ばたく矢先にね、佐野はね、なぜ羽目を外してしまったのか。事件前夜の13日から男3人女2人のメンバーで六本木の飲食店で合コンを楽しんでいました。日をまたいでからは二次会を開催すべき文京区湯島にあるシティホテルに移動しています。そこでお酒を飲み直していたんですが、女性の一人は午前2時ごろ帰宅、午後4時ごろまで佐野容疑者らが一人残された被害女性を襲ったと見られています。これね、勘違いしそうな部分っていうのは、多分この女性がなんで一人帰ったんだ、でもそんなに友達っていうほどの友達はなかったってことでしょう。なぜならそれはアプリで知り合ったっていう、初めて会ったってことですよね。ホテルから女性が警察に通報し、警官が佐野容疑者らを確保した。彼らと被害女性はどう知り合った？このね、ホテルから女性が通報したってのもミソですよね。解放されてからじゃないんですよね。ホテルの中から通報してるんですよ。だからこの警察が来た時にホテルの中で確保した人間とホテルの外で確保した人間がいる。佐野はどうやら外で確保されてるんですよ。だからそこら辺は少しもうちょっと情報が出てくるといいなとは思ってるんですけど、30代以上の熟女に
ギャラを払って一緒に飲むギャラ飲みができると歌うマッチングアプリを使い、熟女合コンを開催したそうです。そのアプリは最短30分で熟女と会えるところに定評がある。金を払っているんだから何をしてもいいだろうという勘違いした末に、性的暴行を及んだ可能性があります。この事件を受けてから実弟佐野光大選手のパリ五輪の招集が急遽見送られた。一夜の過ちがサッカー界に与えた損失はあまりにも。でもね、佐野光大が出れなくなって、伊藤純也のね、アジアカップの悪夢がね、少し頭をよぎったんですよ。でもそんなこと関係なく、五輪はいい調子で勝ち進んでるんで、まあね、決勝トーナメントベスト8も決めたので、なんかそういうところもね、U23 は同じ鉄を踏まないように意識の切り替えをしてるのかななんていうふうに思ったりしてますけどね。まああと佐野とやっぱり伊藤純也では違うのかな。まあまあまあ伊藤純也は主力選手だったってのもあるけど、佐野光大は兄貴がこの事件を起こしたっていうだけで本人がやったわけじゃないですからね。でも辞退してるのかな。これは辞退したかどうかっていうのは分かんないんですよね。調整の問題でなんていう話もあるんですけど、そこはなんかちょっと濁らされて、熟女系ギャラ飲みアプリって結構あるんですね。パト、アイマ、アネアイマ、グラス、ペイターズ、プリッチ、ワナってのもある。それを使ってたったり、そのいっぱいあるからあれなんでしょうね。年上好き、熟女好き男性におすすめギャラアプリ、アネアイマ、徹底解剖とか、徹底解説とかありますよ。ああ、まあ出会い系サイトと一緒ですけどね。年上女性が好き。40代女性でもギャラ飲みで稼げるアラフォー女性におすすめアプリで稼ぐコツも紹介。アイマ、アネアイマってのは有名なんですね、パッと。ギャラ飲みとパパ活の違いは、会う場所や目的が違います。まあでも、基本的には出会い系サイトだと思いますけどね。これ、ただまあ注意しなきゃいけないというところです。ギャラ飲みはトラブルが起きても運営会社が対処してくれますが、パパ活は女性自身でトラブル対処が求められます。あ、そうなの？じゃあもしかして、ギャラ飲みアプリの会社が通報したってことかな？どうなんだ？その場合は。佐野がね、なんか熟女系の、何ですか、ギャラ飲みアプリを使って、その被害者と言われる30代前半の人と会ったって話なんですけど、ギャラ飲みアプリっていうのは使ったことないし、まあ時代的にね、僕がそういうことをよくやってた時は、10年ぐらい前なんで、何ですか、埼玉に来てからはもう全然そういうのはしてなくて、東京に行った時は、何ですかね、そういうの麻痺した時期はあったんですが、それで僕自身も出会い系アプリを運営した時があったんで、当時はギャラ飲みアプリとかパパ活アプリとかそういうんじゃなくて、一緒くたに出会い系アプリって言ってたんですよね。出会い系サイトとかね。なので、まあ、なので僕は一通り全部そういうのを研究した上で、研究するってことは実践したってことなんですけど、出会い系アプリを運営するに至ったんですが、その研究した時、まあ、実践してる時ですか、そこでいろいろとこうやれば安全だなとか、これは危ねえなとか、なんかそういうノウハウは割とあって、僕の視聴者の方は男性も女性も半々ぐらいだと思うんですが、出会い系サイト、出会い系アプリについてどういうのが安全なのかとか、まあ、あとこんなことがあったよとか、エピソード的なとか、まあ、ちょっとその話をしようかなと思ってるんで、ぜひ、またメンバーシップの登録などしていただけたら面白いかなと思っておりますので、お待ちしております。